エリオット・ロレンス・スピッツァーは、アメリカ合衆国の政治家、第63代ニューヨーク州検事総長、第54代ニューヨーク州知事を歴任した。1959年6月10日に、ニューヨーク州ニューヨークのブロンクス区にて、ドイツ系ユダヤ人移民の家庭に誕生した。プリンストン大学を卒業した。その後ニューヨーク州司法長官として、アナリストの中立性について、 メルル・リンチを追求した。また、AIG の不正会計を追求し、同社の CEO として君臨した、モーリス・グリーンバーグを辞任に追い込むなどした。その活動ぶりと、名前から、現代のエリオット・ネスとも呼ばれた。所属政党は、民主党であり、こうした名声をてこに、2006年に、ニューヨーク州知事選に勝利し、2007年1月1日に、 第58代ニューヨーク州知事に就任した。時代の民主党を担う人材と目され、その手法のみならず、政界における将来も注目されていた。しかし就任から1年少々しか経たない2008年3月12日に、ニューヨークのエスコートエージェンシー、エンペラーズクラブ VIP を利用し、数万ドルを支払ったという疑惑を指摘されたことから、辞任も表明した。 同日にニューヨークタイムズは、相手の売春婦の実名と会見内容を報道した。さらにニューヨークポストは、スピッツァーが靴下を履いたまま性行為を行ったことを、報じた。読売新聞3月13日 c n n c o j p 2 0 0 8 0 3 1 3 m s n 産経ニュース2008.313 ニューヨークタイムズ2008年3月12日 CNN.co.jp20083.13 ニューヨークタイムズ2008年3月13日ありがとうございます。